では、正規表現と題しまして、自然言語処理研究室の井岡が発表いたします。今回の発表内容はこちらになります。まずはじめに、正規表現がどのようなものかというのを説明して、次にその正規表現というのを使うときと、使ったときと使わなかったときで、どういう違いがあるかというのを説明します。で次に、具体的にその正規表現の構文について説明します。そして最後に、その正規表現で使用できる、省略であったりとか、メタ文字であったりを説明します。まずはじめに正規表現について説明します。正規表現というのは、文字列集合を、一つの文字列で表現、する方法の一つでして、正規表現を、使うと、普通の文字列だと、その文字その一つの文字列が一つの、文字列集合の一つの要素なんですけれども、その中の、正規表現を使うことで、複数の文字列を、一つの文字列として表すことができます。でこの正規表現というのは検索などに利用されています。でまたその正規表現はプログラムを作る際に、使えるんですけど、その中でもその多くのプログラム言語でその正規表現というのが対応してまして、さまざまな場所で利用することができます。でその正規表現なんですけど、もともとはそういうプログラミングとかではなくて、人工言語っていうのを、定義する手段の一つとして、導入されたものです。で、日本語だと正規表現っていうんですけども、英語だと、Regular Expression で、それを略して、頭文字だけ取って、RE だったりとか、X とか、こういう下のような、略の仕方っていうのがあるので、これはどれも、正規表現のことを表しているんだなっていうふうに思えば大丈夫です。で次に、正規表現、使った場合と使わなかった場合で、どういう違いがあるかっていうのを説明します。でここでは、Windows 95や Windows 98といったような文字列を、検索したいってなった場合を考えます。普通に検索するとその Windows 95と完全一致、する文字列を検索すればいいんですけど、実際にはその W が小文字で書かれていたりとか、2つの単語の間にスペースがあったりなかったりといったような、違いがあると思うんですけども、それを全部吸収するために、正規表現使わなかった場合として、このような方法が、一つ考えられます。可能性としてあるものを、全部列挙して、すみません、これ Python のコードです。可能性としてある、候補を全部列挙して、そこに入るかどうかっていうのを、チェックする方法ですね。当然、このような方法だと、すごく、可読性が、低くて、書くのも大変なんですけども、でこのような文字列集合、複数の文字列集合っていうのを、正規表現を使うと、このように端的に表すことができます。具体的にこの正規表現が どのような意味を持っているかっていうのは後で、説明するんですけども、このように、先ほどだとその、いくつ複数ある文字列っていうのを全部指定して文字列集合を定義したんですけども、このようにすることで一つの文字列で、文字列集合を定義できるということになります。で下にある、例になるように、どのような文字列が、この集合に含まれているかっていうのを判定すると、下のようになります。この他にも例えば携帯電話番号を検索したいってなった時に、携帯電話番号っていうのは、相当な数があって、先ほどの文字列集合を、一つ一つ、列挙してっていう方法は現実的じゃないんで、このように正規表現を使うと、きれいに書けるっていうことが、ここで分かります。で、下にあるような文字列がその正規表現を使って、当てはまるかどうかっていうのを、その文字列集合の中に含まれるかどうかっていうのを、実際にやってみると、こういう感じで、結果が出ます。じゃあ具体的にその正規表現を使ってその文字列集合を定義するときの、その構文について説明します。一番、よく使われるこの任意の1文字っていうのを表すこのドットですね。この1文字の右にあるそのドットっていうのが、ある任意の一文字っていうのを表します。ここだとここで今、正規表現、文字列があるんですけども R.C. っていうふうになってます。このドットっていうのが、任意の1文字なので、今一番上にあるようなライスだと、1個目のドットが i に対応していて、2個目のドットが e に対応しているという感じにすると、文字列集合のライスが文字列集合の、その含まれているということで、OK っていうふうになります。
まあ、上3つは全部まあそうなっていて、まあ、下2つは、まあ、例えば ROC だと、まあ、C の後に本来あの文字、正規表現だとまあドットがあるのに下だとまあドットがあのその後ろに文字が来ていないということで、まあ、NG になるとか、まあ、その下のリーチとかだともう R と C の間はまあ1文字だけのはずなのに、まあ、2文字あるので、まあ、その正規表現で表す文字集合の中にはまあリーチは含まれていないっていうことになります。でまあ、他にも、まあ、先ほどだとそのあらゆる文字列っていうのであらゆる一文字っていうので、まあ、ドットだったんですけど、今度は特定の一文字っていうことも表すことができます。この括弧の中 に、文字をまあ入れていくとその中のいずれかの文字列っていうことになります。ここだとあの中括弧の中に、B と D と M があるのでこの中括弧でその中括弧そのものがまあ B かまたはその D かまたは M になるっていうので、まあ、上3つはその B だった場合、まあ、D だった場合 M だった場合っていうので、まあ、3つがまあ文字その正規表現で表せる文字列集合の中に含まれていて、まあ、下3つはその文字列集合には含まれていないっていうふうになります。で次にこの文法を表す記号っていうのでこれハット記号があります。これは、その文字そのハット記号書いたところがまあ先頭を意味するってことで、この今回の場合だとあのハット RE なんで、まあ、先頭が文頭が RE から始まる文字列っていうことになります。で、まあ、先頭あ文頭が RE で始まる文字列集合っていうのを、まあ、この正規表現で定義できます。まあ、上3つはその RE から始まっているので、まあ、全部 OK で、まあ、下3つはまあその RE から始まっていないので、まあ、全部 NG っていうことになります。で次にその文頭に対応する、まあ、今度は文末っていうのを、まあ、ドル記号っていうので、まあ、指定できます。今回の場合だと、まあ、エイブルの後ろにダラマークがあるので、まあ、そこが文末っていうのを意味するのでこれはあの文末が、エイブルっていうふうになっている単語っていうかあの 文末にエイブルが来る、まあ、文字列集合っていうのを、まあ、この正規表現で定義しています。上3つがその全部その文末が AV になっている、まあ、文字列で、まあ、その上が OK になっていて、まあ、下2つは、まあ、そういう単語ではないので、まあ、NG というふうになっています。で、先ほどまでは全部まあ1文字を対象にしていたんですけれどもこの、アスタリスク記号を使うとそのアスタリスク記号の前の、まあ、文字列っていうのがまあ、0回以上繰り返されているっていうことを意味します。これだと W アスタリスクの前に W があるので W がまあ0回以上繰り返されているような文字列集合っていうのが正規表現で定義されていることになります。まあ、上3つはまあ W がまあ1回であったり2回であったり4回っていうので、まあ、その文字列集合に含まれているんですけども、まあ、その下にあるまあ何もない文字列から文字列があるんですけどもその空文字列っていうのもその W が0回繰り返されているっていうのに、まあ、当てはまるのでその正規表現の文字列集合に含まれるっていうことになります。で、まあ、下3つは、まあ、そういうそのに、まあ 含まれないので、まあ、3つとも下3つは NG っていうことになります。で先ほどとも似てるんですけども今度はプラス記号っていうのがありましてこれはまあ0回じゃなくて1回以上の繰り返しとなっていてこうだと OH プラスなので H が1回以上繰り返あの O の後に H が1回以上繰り返されている、まあ、文字列集合っていうのがこの正規表現で表されています。で、まあ、上3つは、まあ、H が1回以上あの O の後に H が、まあ、3回、1回以上、まあ、来ているのでその上3つはまあ OK ってなっていて、まあ、下2つは、まあ下が2番目はまあ H が0回なので、まあ、含まれてなくて、Kその一番下はまあ K でそもそもまあ 文字が違うのでまあ NG っていうふうになります。でその先ほどだとまあ0回以上とか1回以上とか何とか以上だったんですけれどもこの0回かまたは1回っていう、まあ、あるかないかあるかまたはないか、1回あるかまたは1回もないかっていうのを表す記号でクエスチョンマークがあります。これはその下のパターンで言うと
B の後にハテナがあって、まあ、L の後にもハテナがあるので、その B が0回以下または1回で、その後に L が0回以下または1回、まあ、出現する、まあ、文字列集合を定義しています。で、まあ、上4つはその、まあ、一番上はまあ B も L も0回で、まあ、その下が B が0回で、まあ、L が1回っていう風な感じでなっていて、まあ、上4つはその OK になっていて、まあ、下2つは、まあ、NG っていう風になっています。で、今度はその、M 回から N 回の間のどれかっていうのを表すっていうのが、この波括弧で表されるこの、構文になります。まあ、M 回から N 回だと、まあ、波括弧 M カンマ N、波括弧閉じっていうふうになります。で、まあ、この具体的にこの例で言うと、まあ、文頭に、まあ、G が来て、その次、ちょっとこれミスですね、あの G の後に、まあ、O があるって考えてほしいんですけども、その G の後に O があって、その後に、まあ、波括弧2カンマ4波括弧閉じっていうのを考えると、まあ、G の後に、まあ、O が2回から4回あった後に、まあ、D が来るっていうような文字列集合を定義しています。で、まあ、上3つがその O が2回の場合、 O が3回の場合、 O が4回の場合っていうので、まあ、全部 OK になっていて、まあ、その次、まあ、GD っていうのが O が0回なんで、まあ、NG で、まあ、1回でも NG で、まあ、今度は5回なんで、まあ、2回から4回に含まれているので、まあ、一番下も NG っていうふうになっています。で、今度はその正表現で使用できる、まあ、省略であったりメタ文字について説明します。で、まあ、今回あのもし1桁以上の数字列を表したいってなった時に、まあ、先ほどの前の説明だと、まあ、こういうふうにすれば、まあ、いいのかなってなんとなく想像できると思うんですけど、あの、まあ、0から9あの0123456789の、まあ、いずれかが、まあ、1回以上繰り返されているっていう、まあ、表現なんですけれども、まあ、ただこれはちょっとまあ、長くなって見づらいっていうので、まあ、このように 0-9 ってすることによって、まあ、上と同じような、まあ、0123456789っていうのと同じ意味になります。で、またこの0から9っていうのはこのバックスラッシュ D っていうのでも、まあ、同じ意味として使うことができます。なので、まあ、上あのこの3つはまあ全部同じ意味になって、まあ、ただ一番下が一番、まあ、見やすいかなっていうあれですね。で、次に、まあ、1文字以上の まあ、小文字列っていうのを考えた時も、まあ、同様で、まあ、これ前先ほどの説明だと、まあ、ABCDFGHIJK っていうのは、まあ、Z まで書いて、まあ、それをここで囲って、まあ、プラスにすると、まあ、1文字以上の小文字列になるっていうのは、まあ、分かると思うんですけれども、まあ、これも先ほど同様に、まあ、この A-0 とってすることによって、まあ、省略して書くことができます。で、まあ、この、まあ、次はその先頭が A 字で、それ以降は A 数字またはアンダーバーっていったような、まあ、変数名みたいな、まあ、ものを検索したいってなった時は、まあ、このようにできます。することができます。まあ、先頭記号はちょっと忘れたんですけど、まあ、最初が、まあ、A から、A-Z で、まあ、大文字 A-Z なんで、まあ、先頭は、まあ、A 大文字または A 小文字で、その次がまあ、それに加えてアンダーバーと、まあ、数字があるっていうのが、まあ、0回以上繰り返しっていうので、まあまあ、変数名みたいなのが出てくるのは分かるんですけども、これも、後ろの方ですね、 A-Z、まあ、ラージ A-Z、まあ、アンダーバーにかつ、まあ、数字を足したものっていうのがこのバックスラッシュ W っていうので表すことができます。なんで、まあ、上と下は同じ、まあことを表していることになります。で、これまでの、まあ、説明した構文を使って、まあ、最初に、まあ、例として出したこの Windows95 や98っていうのを、まあ、検索するのがなぜ、まあ、こうなるかっていうのを説明します。まずはじめに、まあ、頭にある、まあ、W ですね、この括弧で囲われている、まあ、大文字 W と小文字 W が入っているんですけども、まあ、これで、まあ、先頭が大文字か小文字の、まあ、Wだと、まあ、まあマッチするっていうことになりまして、まあ、その後に、まあ、
INDOWS ってきて、次に、まあ、このハテナっていうのが、まあ、その直前にあるのが、まあ、半角スペースなので、その半角スペースがあるかまたは1回あるかまたは、まあ、ないかっていうことをこれで表しています。で次に、まあ、この括弧、まあ、58なんですけども、これは、まあ、9が、あの9の後に、まあ、5かまたは8が来るっていうことで、まあ、95か98かっていうのを、まあ、こうやって区別、あの両方表しています。まあ、こうすることで、まあ、その Windows 95が98っていったような、まあ、文字列集合を、まあ、定義することができます。まあ、次に先ほど出した電話番号の例なんですけれども、電話番号の例だと、まあ、まず先頭が0から始まって、まあ、次に、まあ、7かまたは8かまたは、9かっていうので、まあ、こうやって書いて、こうすることによって、まあ、070でも080でも090もどれかから始まる、まあ、電話番号が検索できるとなります。で次にこれがあの、まあ、ハイフンなんですけども、ハイフンが1回あるかまたはハイフンがないかっていうのをこれで表すことができます。で次にこれなんですけども、これはあの先ほどの、まあバックスラッシュ D なんで、まあ、0から9のどれかが、まあ、4回繰り返されているっていうのを、まあ、これで表現することができます。で次に、まあ、先ほどと同じようにハイフンがある1回あるかまたはないかっていうので、最後に、まあ、これも初手前と一緒のように、まあ、数字が4桁あるかあるっていうことを、まあ、示しています。まあ、このようにしてあの正規表現で文字列集合を、まあ、定義することができます。と以上で発表を終わります。